ちです。かほです。あゆみです。私たちは原宿で美容師をしている男性カップルです。はい、今日のイメチェン企画のゲストはあきらさんです。はい、女性のまま体を男らしくする一言、パーソナルトレーナーのあきらです。よろしくお願いします。お願いします。そうなんだね。なんかキャッチフレーズ作っちゃいました。すごい。はい、この動画を見る前に、一個前に上げたこちらの動画を見てから戻ってきてください。はい。重大な発表してます。この方、重大な人になります。この会社にとって。はい。とてつもなく。さっきのご報告動画でもあった通り、6月から一緒に仕事をしていくよって。萌え、松、あきらさん。はい。ということで、チームが増えるよっていう動画が上がってるんですけど、今日はですね、イメチェンをね、したい。うん、まあ、あきらさんだから準備しながらやっちゃう。どうぞ、もう何でも大丈夫です。今日なんかある？普段鍛えてるんで、ちょっとできるだけ肩幅が広く見えるようなカットをちょっとお願いしたいなって思ってます。何でも楽しく。だからあれなの、トレーナーの方とかさ、シャーってなってこう、スゴーってなってるの。顔ができるだけ狭く見えるように。今ダメじゃん。もう最悪です。今もう横に広がっちゃってるもん。もう肩幅が狭くなっちゃってます。肩幅広く見えるカットやっていきます。はい、他はオーダーありますか？他はもう何でも大丈夫です。何でも大丈夫。はい、今日の動画はね、あきらさんを徹底的に掘り下げたいと思います。出身は？大阪ですね。大阪なんだ。ゴリゴリの関西人です。あきらさんから関西弁聞いたことないのがね、ちょっと寂しい。喋、うん、ろう思ったらいつでも喋れますよ。おー、はい、おー。うちらの初対面は何だっけ、最初はお仕事関係で初めましてして、そっから美容室に来てくれたね。そうですね。でもうちは知ってたよ前から、あきらちゃんの存在。インスタでもう知ってる。流れてきましたか。流れてきたかな。無表情の筋肉しか上げてないアカウントですよね。あれだけ見たら怖いって思われたりとかするでしょ。いや、めっちゃ言われますね。そうだよね。まあ、うちもそうだからね。柔らかい顔できないですよ、インスタって。いや、柔らかい顔でなんかでやってほしい。でも初めて会ったのが何年前かな、1年前ぐらいか。この人、あきらさんと何回か会って、あきらさんと働く気がするみたいなこと言って。そんなのがあったんですか？え、どのタイミング？なんか髪切りに来た時話してて勝手にそう思ってた。もしかしたらこの人と一緒に仕事するかもって思ってた。でもそういうのあるんだよね。田中さんも会って2回目でご飯食べ行った時に、この人と一緒仲良くなれるというか、仕事を通してなんかしそうって思いが似てたからだと思う。あきらさんの経歴って、小1から高校まで本当に野球しかしてないです。プロ目指して野球して、高校も寮で県外行って、で、まあ、野球を、まあ、怪我で断念して、怪我の経験をなんか活かせる仕事したいなって言って、治療系のトレーナーになろうと思って専門学校入って、専門入って3日後にもう接骨院でバイト始めたんですけど、1ヶ月ぐらいでこれ全然違うなっていう自分の中 で、何しようかなってなった時に、その時筋トレ好きだったプラスかっこいい体作りたいみたいなのがあって、女性の体を男らしくするトレーニングみたいなのを思いついて始めて、で発信していくうちに結構需要あるんだなっていう。何歳の時それ？18です。で19なったぐらいで、パーソナルトレーナーとしてだったら実現できるんじゃないかっていう風になって、最初フリーランスでやったりとか、自分で集客してパーソナルやったりとかやって、でこの間まで勤めてたパーソナルジムにバイトとして入って、専門を卒業するタイミングで東京に新しく店舗を出すから行ってみないかっていう話をいただいて、で卒業とともに新しい店舗で店長として入って、1年間一人で営業して、2年目になるぐらいでバイトも雇ってできるようになって、今って感じですか。はい、年数で言ったら何年目になるの？あ、トレーナーも4年目ですかね。4年目か、はい、ただ年齢が、あ、若い、じゃあ歴浅いのかなっていう感じじゃないってことですよね。スタートがめっちゃ早い。しかも前働いたパーソナルジムは本数がえげつないぐらい多かったんで、この世代よりは多分数はやってるなって。経験もそうだね。でもそんなハードに働いててさ、辞めたいって思ったことはなかった？でも辞めたいはなかったですね。あきらさんってめっちゃ仕事好きなイメージ。
一番の趣味かもしれないですね。あー、はい、来たこういうタイプマジ遠い多い結局バカ。マチとさ喋っててさ、もうお互いに言い合うことが休めがないどっちも休まないで、あのブラックです。自分でブラックにしてます。そうです。あきらさん、なんで一緒に事務所とやってくれることになったの？深夜1時の電話で一緒にやらないみたいな話になって、それやばい他の人に誘われても絶対やらなかったですね。コンセプトが近いっていうのと仕事への向き合い方がすごい似てるなみたいな、小森さんとだったら一緒にやりたいなっていうのがあったんで、はい、よかった。あとみんな何が気になるの？キャッチングが一番好きですか？あー、そうっすねー、語るぞー、ちょっと長くなっちゃうんですけど、当てる、あ、どうぞ当ててください。ここ、おお、前鋸筋ですか？知らないよ。知らない。見るのは前鋸筋一番好きなんですよ。え、自分のは？自分のは広背筋ですかね。なんかさ、お客さんが言ってたんだけどさ、あきらさんのやってることってすごいことなんですよって。女性の体って普通に筋トレしたら筋肉つくんだけど、女性のつき方をするみたいなこと言ってて、普通にやっててもああはならないですって言ってた。だからすごいんですよ、あの人。確かに特殊かもしれないですね。なんかトレーニングの方法が特殊なわけじゃなくて、鍛え方のバランスですかね。多分髪切るのと一緒で、ここを切りすぎると丸くなって女の子っぽくなるしとかっていうバランスを体の鍛え方でやってる感じです。だいたいさ、何ヶ月間本気で取り組めば体って変わるの？結構難しいんですけど、人によってなんか変わったって実感得れるのが違くて、科学的に言うと、まあ、約3ヶ月で、まあ、筋肉にこう変化出てくるんで3ヶ月っていう説明をするんですけど、納得いくまで持っていけるのにどれぐらいかっていうのは本当に人によって変わっちゃうなって。なるほどね。腹筋割ろうとかっていう分かりやすいのあったら3ヶ月あれば割れますね。筋トレして変わったこと、私もともと胸つぶしてたんですけど、胸筋とか、まあ、筋肉がついて胸を目立たなくさせるトレーニングっていうのをやってるんですよ、うん、胸の上に筋肉をめちゃめちゃつけて膨らませると、その胸との凹凸の差がなくなって目立ちにくくなるんですよ。そういうのをやってて、鍋シャツ一切使わなくなりました。じゃあ何着てんの？普通にスポブラだし、今日つけてないっすね。白のタンクトップのみです。今まで女性専用のパーソナルジムに勤めてたんで、座席は変更されちゃってる、まあ、FTM の方とかがお越しいただけなかったんですけど、そうだった。でもあれじゃない、アキラさん自身はもちろんさやりたいって思うけど、はい、会社のちゃんとコンセプトがある、そう、理念みたいな、そう、ね、決まりみたいなのがあったから、はい、でやりたかったけどやれなかったことです。そうですね。でもそういう方ももちろん全然来ていただけたらっていう、はい、え、バストアップもできるの？筋トレで胸のサイズ自体を上げるっていうのは難しいけど、うん、位置とか、うん、姿勢とか改善で、まあ、その高さとか見せるラインが変わるんで、うん、そういう風な対応する感じですかね。シボネとアキラさん合わせたいな。会ってみたいですね。お天場にやられてほしい。詰められるよ。何を詰められるんですか、自分。アキラという人物がどういう人なのかを、うん、徹底的に。すごい目の奥を見られながら喋るから。トイに入るってことはそういうことだから。あそこ くぐり抜けてる。くぐり抜けないと、そうそう。はい、あ、首からも、はい、出来上がっております。今日はね、鳥肌のカットって、はい、見てさせていただきました。いつもあの0ミリからグラデーションでいつもやらせてもらってますが、大丈夫そうでしょうか。めちゃめちゃ、はい、肩幅でかくなりました。はい、ありがとうございます。え、こっちょ、え、だってみんな平行に並んでるよ。バランスがおかしいんですよね、自分。肩とバランスがすごい。うわ、え、広っ、やばくない？広い、全部肩っす。え、ヤバ系のトレーナーが加入するということで、皆さんよろしくお願いします。お願いします。最後に一言、視聴者の皆さんに。一緒に筋肉育てていきましょう。
概要欄の方にやけらさんの SNS とか貼っとくのでぜひチェックしてください。もうこの動画を見てやりたくなっちゃったみたいな人は全然お気軽に DM してくださいとのことです。はい、ではこれから5月ね、うちらも忙しくなるからジムをオープンするのに間に合うかどうかっていうところだけど、みんなで頑張っていこう。はい、おー、では最後まで見ていただきありがとうございます。この動画を見てあきらさん筋肉変態だなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバーイ。